こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。マリサ。元気がないな。どうしたんだ霊夢。夜中に隣人の掃除機の音で目が覚めて、そこから眠れなかったんだ。掃除をするのはいいけど、時間を考えてほしいよ。それは迷惑だな。だが暴力に頼らず、穏便に解決してほしいぜ。私を何だと思ってるの？何もしないよ。悪い、冗談だ。文句を言う人はいるだろうけど、騒音で物騒なことをする人なんていないよね。そうとも限らないぜ。下の階から聞こえてきた音がきっかけで、複数人が殺された事件もあるんだ。何があったのか気になる。詳しく教えてよ。よし、なら今回は、ピアノ騒音殺人事件についてと、犯人である、大浜松蔵について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってねー。これはいつどこで起きた事件なの？1974年8月28日に、神奈川県で起きた事件だな。犯人はマンションに住んでいた大浜松蔵という男なんだが、彼は下の階から聞こえてくる、ピアノの音で目が覚めたんだ。まさかその音に起こったから何かしたんじゃないよね？そのまさかだぜ。大浜は今までも音を迷惑に感じていたんだが、この日はいつもより約2時間早い、7時15分に聞こえてきたんだ。その時間に聞こえてくるのは迷惑だと思うけど、普通は文句を言うくらいだよね。大浜は何をしたの？まず刺すための包丁、絞殺するための晒し、そして警察へ通報されるのを防ぐため、電話線を切断する用のペンチを袋に入れたんだ。かなり計画的だね。すぐに相手の部屋に行ったの？被害者家族は、父親、母親、娘二人で暮らしていたんだが、父親がいると犯行は難しいと考え、出勤するのを待つんだ。そして父親が出勤し、母親と次女がゴミ捨てのために、外に出るのを確認して行動に移したんだぜ。長女一人になったのを狙ったんだね。その後はどうしたの？9時10分頃、大浜は部屋の前にあった電話線を完全に切除した後に侵入し、ピアノの練習をしていた長女を包丁で襲い、複数回刺して殺害したんだ。子供の命も奪われてしまったんだ。そして大浜は隠れて家族が帰ってくるのを待ち、次女が先に帰ってきたから、同じく複数回刺した後、首を絞めて殺害したんだぜ。ピアノを弾いていない子まで手にかけるんだね。許されない犯行だな。その後大浜は襖に、迷惑かけるんだから、すみませんの一言くらい言え、気分の問題だ。来た時挨拶にも来ないし、バカ面してガンとバスとは何事だ。人間殺人鬼にはなれないものだ、と書き残したんだぜ。本当に意味がわからないよ。ピアノの音や挨拶に行かないだけで殺していいわけないし、殺人鬼になれないと書いてるけど、自分がなってるじゃん。理解不能な思考回路だな。そして母親が、子供の名前を叫びながら部屋に入ったんだ。遺体を見つけてしまったんだね。大浜は母親も殺害しているの？娘と同じように包丁で複数回刺し、殺害しているぜ。その後被害者宅の入り口を施錠しようとしていると隣人に目撃されたから、急いで自室に戻り、犯行に使った道具、釣り道具、自分で作った槍、リュックサックを持ち、バイクで逃走するんだ。さらに被害者が出なかったのはいいけど、部屋に槍があるのも怖すぎるよ。普段から物騒なことを考えていたんだろうな。警察の捜査はどうなったの？大浜が血を浴びて被害者宅から逃げて、バイクで立ち去った、という目撃証言から、警察は殺人事件として捜査を開始するんだ。そして大浜は、全国指名手配されるんだぜ。目撃者がいてよかったよ。下手をすると、かなり捜査が遅れていたかもしれないからな。警察はどこを探したの？大浜は事件を起こす前に、海に行って死にたい、と知人に話していたんだ。だから警察は海で自ら命を絶つ可能性を考え、近くの海岸に捜査員を派遣したんだぜ。そんなことを考えてたんだ。だが大浜は海に行かず、しばらく移動した後でバイクを農道に乗り捨て、タクシーやバスを使って違う市に向かったんだ。そしてとある寺の参道にあった小屋の裏側に、凶器を捨てているんだぜ。命を絶つ気なら凶器を捨てる意味がないし、死ぬ気はなさそうだね。いつ捕まったの？大浜は野宿をしたり路上駐車されていた車の中で寝たりしていたんだが、事件から3日後である8月31日に自ら出頭し、殺人容疑で逮捕されたんだぜ。実施したんだ。ずっと逃げるもんだと思ってたよ。お金もなかったようだから、限界を感じたのかもしれないな。次は犯人である、大浜松蔵について解説していくぜ。わかったよ。彼は1928年6月4日に、東京で生まれるんだ。そして子供の頃は成績優秀で、明るい性格だったんだぜ。まだ事件を起こすようには思えないね。
だが1938年に吃音症だったこの真似をしていたら自身も同じ症状になり、そこから内向的な性格になったんだ。吃音症って言葉が詰まる病気だったよね。それは真似したらダメだよ。幼い時から、人が嫌がることをする性格だったのかもしれないな。そして中学生の時、教科書に書かれていたひらがなが読めないことがあり、強い劣等感を抱くようになるんだぜ。この経験で勉強する気をなくし、より暗い性格になっていくんだ。成績が良かったのも、幼い時だけなんだね。中学卒業後はどうしたの？山梨県にある工場に勤務し、親とはほとんど連絡を取っていなかったようだな。そして1947年に駅の職員となったんだが、掛け事にはまり、売上金を使うようになったんだ。昔も犯罪をしていたんだ。これだけじゃなくお金を持ち逃げして、大人のお店で使い果たしてもいたんだぜ。その後ひったくりを行おうとしたところを警察に捕まり、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けたんだ。悪いことばっかりしているね。でもそんなことをすると、会社に入れなくなるよね。退職を余儀なくされているな。それ以降は職を転々とした後に働く気をなくし、自宅でグラグラしていたんだが、兄に怒られたことをきっかけに、約1年間ホームレス生活を送るんだ。働く気はなかったんだね。結婚はしているの？1959年5月に結婚しているぜ。だが翌年に離婚しているんだ。かなり早いね。大浜に問題があったのかな？それはわからないが、その可能性が高いな。そしてこの頃から二交代制で働いていたんだが、ステレオの音がうるさい、と隣人から言われたことをきっかけとして、物音に対して病的に敏感になったんだ。あまり想像できないんだけど、どれくらい敏感だったの？朝のスズメの鳴き声でもうるさいと感じていたようだぜ。それはよっぽどだね。その後知人が紹介してくれた女性と再婚しているんだが、暴力を振るったことで、妻は離婚を考えていたんだ。事件を起こす前から最低な性格だったんだね。そのようだな。そして大浜は社員寮に住んでいたことがあるんだが、夜に寮生の話し声や遊ぶ音がうるさく、大声で注意したことが何度もあったそうだぜ。夜に騒がれると眠れないし、ここで起こる気持ちは正直わかるよ。ただ詳細はわかっていないから、騒ぐほどの音じゃなかった可能性もあるな。どうなんだろう。ちなみに寮生と激しい口論をしたのがきっかけで、退職しているんだ。その後はどこで働いていたの？また工場で働き始めるんだが1973年7月。つまり事件を起こす約1年前に、仕事に飽きたのを理由として退職するんだぜ。その後については大浜の妻が、夫は失業保険金を受給していた間ブラブラとして過ごし、早朝から釣りに出かけたり、図書館に通ったりしていた、と証言しているんだ。失業保険金って、ずっとはもらえないよね。お金は大丈夫だったのかな？事件を起こす直前にはお金に困っていたようで、家賃を約3ヶ月滞納していたようだな。そんな状況も、犯行を決意した理由の一つかもしれないぜ。貧血で音に敏感だったとしても、ピアノがうるさいだけでこんなことをするなんて信じられないよ。ピアノはあくまで、最後のきっかけだな。まず被害者一家は事件が起きる4年前に、大浜の部屋の真下に引っ越してきたんだ。その際に挨拶がなかったことで、非常識な家族だと考えるようになるんだぜ。普通そんなこと思わないよ。ピアノの音はいつから聞こえてきたのかな？1973年の11月。つまり事件が起きる、約7ヶ月前だな。それだけ期間があったなら、文句を言いに行くことはなかったの？一度だけ、自分がいる時は引かないでほしい、と言ったことがあるようだぜ。そして新聞には、なるべく大浜が留守の時間帯にピアノの稽古をさせており、音もひどく迷惑をかけるほど、うるさいものではなかった、と書かれているんだ。普段は気をつけていたんだね。だがそれも、音に敏感だった大浜は気になったんだろうな。そして自分への嫌がらせで、朝早くから子供にピアノを弾かせている、と思い込み、怒りを抑えることができなくなったんだ。絶対に違うし、そうだとしてもやったらダメだよ。そういえば大浜は、手製の槍を持っていたんだよね。どうしてそんなものを作ってたの？被害者一家の部屋の前を通った時に、夫が包丁を持って、自分を刺しに来るのではないか、と考えていたんだ。そして武器は長い方が有利、だと考えたから、槍を作ったみたいだな。わけのわからない被害妄想もあったんだね。裁判はどうなったの？まず精神鑑定が行われたんだが、被告人は精神病室者だが、犯行時に心神耗弱状態だった点は認められない、という結果だったんだ。責任能力があるってことだね。弁護人はどう言っているの？善悪の判断、そして自分の行動を抑制する能力が欠けた状態だったから、大浜の罪は軽減されるべき。と主張しているぜ。それで軽減されたら被害者が報われないよ。検察側はどんな主張なの？
犯行は計画的で執拗、残虐な殺害方法により、罪のない子供二人を殺している。音は近隣者に不快を与えるほどのものではなかった。大浜の行為は、反社会的、自己中心的で、死刑が相当、だと主張しているな。そして裁判所は求刑通り、死刑を言い渡したんだ。やったことを考えるとそうなるよね。控訴はしているの？大浜は死刑になりたかったから控訴しようとしなかったんだが、弁護人がしているぜ。死刑になりたかったの？最初は殺すつもりまではなかった、と証言していた大浜だが、途中から、死刑になりたかった。被害者に申し訳ないとは思わない、と証言を変えているんだぜ。あれだけのことをして悪いと思ってないんだ。とんでもない悪人だな。死にたいなら、人を巻き込まないでほしいよね。控訴の結果はどうなったの？大浜自身が控訴を取り下げ、もうこれ以上争わず死なせてほしい、と弁護人に言ったことで、1977年4月に死刑で確定したんだ。結局変わらなかったんだね。ちなみに大浜に同情的な意見も多く、減刑を望む嘆願書が、100通近く集まったんだぜ。どうしてそうなるの？隣人の騒音に悩む人が、思いのほか多かったからだな。ピアノを弾く隣人に殺意を抱いていた。犯人は自分たちの代わりにやってくれた、という声まであったんだ。隣人の音に悩む気持ちはわかるけど、それは言い過ぎだよ。特に今回の被害者はできるだけ気をつけていたし、犯人に同情するのは違うと私も思うぜ。なんだかモヤモヤする事件だね。本当にな。じゃあ今回は、ピアノ騒音殺人事件についてと、犯人である、大浜松蔵について解説してみたぜ。夜や朝に物音を立てるのが怖くなってきたよ。この事件が報道されてた時、社会に大きな影響を与えているんだ。霊夢のように、怖くなった人も多かっただろうな。とんでもない犯行理由だもんね。もし隣人や上の階に住んでいる人がこんな考えだったら、と思うとゾッとするよ。ここまでのことをする人はそういないから、安心していいぜ。だがマナーを守って暮らすのは人として当たり前のことだから。これを見ている視聴者の皆さんも、自分は騒音を出していないか？と一度考えてみてくれよな。何かあってからでは遅いからね。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。